っせやるか。いや、スプラ3。ちょっとでも配信どこでどうやっていこうかなとちょっと悩んでる。スプラ、まあ、参加型もあるし、ヒーローモードもあるしな。悩んどるけど。でもなんか、ギアとか買わんといけんから。あれよね。ある程度やらんと、ギアも買えんしな。ちょっと、その辺はちょっとまた考えとかんと。エリアか。ギアいいの欲しいな。これインク効率欲しいな。なんか昨日からちょっとあれよね。なんかちょっと不安定なよね。何だろう、想定以上にあれなのかな。プレイヤーが多すぎてサーバーがいっぱいいっぱいなのかな。いっぱいいっぱいなのかな。そう、通知が3件までいかんか、3件までしかいかんから、そこも考えて配信考えんとな。でとりあえず今考えてるのは、割とどうでもいい配信を最初の方に始めて、まあ、1時間に1時間くらいどうでもいいというか、こうデイリー的なやつとか、まあ、こういうバンカラマッチとかその辺やって、でメインをちょっと遅い時間にやれば、ちょっと始まってちょっと経ってからねやるといいかなとか。うわ、エリアか。お、ナイス、これは取ったろ。ナイス。お、危ね。危ない。これここどこに置いたらどうなんだろう。上には効かないのかな。上には行ってないな。危ないっす。危ないよな。うわ、え、何今の。そっちか。9番。やべ、何もできてない。あー、飛べない。全滅か。そこおるな、上。このタイミングで。でもしょうがないしな。タイミング合わせんと。あぶね。出れねー。いやもう一人一人潰されていくのが一番まずい。あ、惜しいな。まずいな。
やられるか。どうしよっかな。ちょっとバレルスピナー使ってみようかな。なんか入りきれんもんね。ちょっと一旦出て。マイナス2ポイント。一旦出ようか。で、射程距離があるんで、ちょっと使いたいな。あ、それ52買ったんか。52か。まあ、一旦バレル使おう。もうこれでいいや。ギア欲しいな。ちゃんと、3個つけれるやつ欲しいな。3では初めて使うな。あ、死んだ。ちょっと待って。ボムか。やば。危ないかな、これ。そこにチャージ危ないな、あれ。よし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 。あ、待って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 、死んだ。下がれんかった。機体とかだったらもう射程距離である程度、射程距離ある方がメリットが大きいのかもしれないね。やっぱり意外とトリプルトルネード意外と嫌だな。ああ意外と嫌だな。
上まで塗っといてくれ。いやー突っ込むな。じっくり死ぬと勝てんぞ一生。いやーちょキープ力がないな。どうしよっかな。でもデュアルよりはなんか手応えがある。デュアルよりちょっと手応えがあるから。52でいこう。ちょっとあれ欲しいな。シールド欲しいね。シールド？スプラッシュシールドだったっけ？これでいこう。やっぱエイム力がないからあれだね。なんかこの本来すぐ倒せるところがすごい無駄になっちゃってるよね。やっぱ一発分とか二発分とか。射程距離があるかシールド、スプラッシュシールドがあるかで行きたいね。あ、危ない。うわ。さあ、ボムか。気づいてないわ。完全に。みたいな飛び込み方できないな。うわ。むずいなもうちょっとインク欲しいな、やっぱ。あぶねえ。52はちゃんと当たれば強いよな。やば。危ない。よっしゃ。
危ない。うわ、梅桃さんこんばんは。危ない。やっぱもうガンガン動画上げとるから通知いかんじゃろ。やばいよな。てかとりあえず、ずっと考えてるな。どうするのがベストなのか。ただやっぱ最短で動画を上げた方がいいから、その軸で。通知は来ませんでした。そうだろう。そうなんよ。んじゃっけ、これま、でなんか、もういろんなゲーム今、やっていってんじゃん。んじゃっけ、なんかその、デイリー的なものをさ、いちいちアーカイブ上げる余裕がないわけない、なくなってきようよな。んじゃっけ、あれかな。でも YouTube だったらさ、YouTube の方でやってればさ、勝手にアーカイブ残るじゃん。じゃけなんか、でもツイッチ、どうでもいいのはツイッチでやった方がでも極力いいんだけど、そこがむずいなと思ってたんだけど、でわざわざ時間使って、ねえ、残すより、もう YouTube のアーカイブの方がまあ、いいんかなとかちょっと、今日思ったね。悩むんだけどな、むずいんだけどな。うわ、あ、その動画が分かりやすく区切られてたので、それ見てますか、その動画。あ、昨日の？やっぱあっちの方が分かりやすいでしょ。あれはもう完全に昨日のあのスプラのアーカイブを区切ってるだけなんよな。まあ、いつも通りだけどさ。やっぱり再生数とかも全然違ってくるよね。当たり前だけど、当たり前だけどさ。危な。人速あれ。何これ。やっば。危ね。あー、やば。出すぎたな。終われ。このまま終われ。よし。ふぅ。リキさん、こんばんは。どうなのかなと思って。とりあえず1時間あれば、1時間経ったらどれくらいどうなるのかなと、通知なしで。ちょっと見てみたくて今日。でも YouTube 開いてなかったら、余裕で YouTube1 時間開かないことなんか普通にあるもんな。むずいよな。でまあ、あれがいいかな、あれがいいかな、その、配信自体を始めたっていう、もう内容なんでもいいから、配信自体を始めたっていうこと、今日の配信を、は、ツイッチやれば一応伝わるじゃん。で、その配信自体を始めてるかどうかっていうのが伝わるかどうかとまた一つ、ね、ポイントというか、違うでしょう。ツイッチでワンチャン始め、ああ、でも、最終的にもツイッチに誘導できんといけんのよな。まあ、でも段階的に考えたらいいかもしれんな。配信自体はツイッチの通知で、まあ、何かしら始まりましたよと。で、その流れで YouTube 行くっていう流れをまず組んでしまって、あ、で、それで
それ使えるか。配信が始まったかどうかを通知用にツイッチ押すかなでも2プラス3の参加型がめちゃめちゃ白熱してきたとした、かって仮にね、白熱してきたとしたら始まってるかどうかが分かんないって結構めんどいじゃん。危ない。ワンチャンあるかな。熱量が高くなればあるかな。ワンチャン。なんか裏入ってる。なんか裏入ってない。気のせいか。危な。シールド便利だな。危ない。あれカニが。あの上降りるな。危ねえ。おわ、いける。でもやっぱなんかね、今日動画アップしてみて思ったけど、変な動画がやっぱ再生されるね。今1個180再生くらいいってる。で1時間あたり50いってるな、この1時間。なんか昨日もの武器地関係のやつか。これがじゃけもう普通にさ、生放送で配信するだけだったら、やっぱり結局収益的なことで言うと再生されないんだよな。そこがむずい、非常に。やっぱそう、設定をちゃんとやらないと、同じ内容なのにね。どこを切り取るかで、天と地ほど開いてしまうっていうのは、面白いとこでもあるけどな。なかなかわからないもんですね。そう。でもやっぱね、まあそうは言うても、今日やってて思ったのが、王道のとこ狙っても、やっぱあんま再生されないだろうなっていう。で、逆に、なんか自分が実際プレイしてみて、あれ、ここなんかどうなんだろうって思ったところ、まあ何かしらやっぱ出てくるじゃん。そこピンポイントで抜いた方がいいような気はしたね。危ね。危な。ポイ戦はあるんだ。わあ。危ない。なんかこのチーム安定してんな。なぬ。なんか安定してんな。ニーズ来られるまでこの子も入ってきます。ありがとう、こんばんは。で、まあツイッチをさ割とやってみたじゃん。でもほぼ意味ないよね、今んとこ。まあ最初なんていうの、
まあ関わりのあるメンバーがさ12、3人入ってくれて、そっからさらに 2,3 人増えて、それもまあ言うて関係者なんで、関係者以外で言うとなんかね数人ちらほらくらいで、向こうからの新規はなんかあんまり望めないような感じはしたね。でなんか誰か教えてくれたけど、やっぱ同説がめっちゃあるところとかだったらそれがなんか上位に表示されるからめっちゃ期待するみたいだけど、そうじゃない場合はやっぱりちょっと厳しい面があるっぽいですね。で、まあちょっとツイッチに力入れてる分をもうちょっと YouTube 寄りに、あ、YouTube 優先度というか力の入れ具合を、生放送の方においてスイッチから、配信の方にした方がいいかもなと思って、ある程度やってみてちょっとまああんま意味ないなみたいな。危ないっす。危なっ。あ、やべ。あ、やば。うっそ。マリアさんこんばんは。どうせ置いておきます、ありがとう。最初やっぱあれだな、一発目何かしらカツイッチでやって通知だけ、うわっ、危ない、危ないね。ちょっと待ってよ、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 ちょっと待ってよ。ん？おるよね、そこ。これ、やっぱでも仲間強いな。あいつに当たっちゃってんのか。うわ、やば。ナイス。終わるか、終わるか、終わるか、仲間強い。なんか一人抜けてなかった、今。こっち。危ない。ちょっとマジで、やり方は考えていかんといけん。スプラの、まあ、3が出たことによって、ちょっと優先度は上がっとるから、どうしても。どうなんかな、絶対にアーカイブ入れる、あ、だからストーリーモードとかを、あ、そうだな、あ、抜けてる。絶対に動画の方でアーカイブで残すやつを
スイッチの方でやって、で、デイリーとかそういうやつ、あと参加型のやつとか、ああいう、なんていうの。わざわざ区切っても、もう何にもならないやつ。その場を楽しむみたいなものとか、あと必要だからやるとか、それ系のやつは、それ系のやつは、それ系のやつはツイッチで、あ、必要なやつとかは YouTube の方でやるみたいな。だどうせやらんといけんことだから、ね、なんだろう。やるしね。やるし、一応アーカイブも残るしで。そうしよっかなって考えると、で、あとは順番だよな。スイッチでじゃけ、まあ、まず、配信自体を始めましたよ。で、基本的に連続でやるとして、やっばい連続でやるとして、配信自体始まりましたよっていうのはそこで知ら、わかります。右入ってんな。いや。で、で、だけど、ツイッチ、で、それで、最初、まあ、1時間か、何分か。お、危ねえ。あ、ナイス。危ねえ。危な。何あれ？カニか。カニ慣れないな。ナイス。飛べるか。うわ。うわ、やべ。大丈夫かあいつ。何あれ、トリプルトルネードで一個ずつ設定できるんだっけ。いい、嫌なとこに投げる。嫌なとこ投げるな。まずい。危ない。いや、今の止めてくれ、止めてくれ。ナイス。3秒。さて、距離負けてんだよな、あれ。うわー、やば、無茶したな。まずい。いや、これ辛いぞ。ちょっとバレてるからね、これ。近づけねー。やば。いや、これやら、クラブラーが猛威を振るっとんな。間に合わんの、これ。近づけんでしょう。
そうじゃけ、とりあえずどういう感じでいこうかな。スイッチで、まあ、絶対アーカイブに残す系のやつをやる。で、そこでまあある程度やって、で、YouTube の方に来て、そこでデイリー的なものを始め、で、最終的に参加型のものをやるっていう流れだったら、いいかな。ただ、まあ、いつやり始めるかっていうのが分かりにくいから、チーム変えたかった。間違えた。ないか。いつ始めるかっていうのは分かりにくいから、そこはネックではあるよね。敵の動きにこれがついていけてないの。マッチング中やな。どんだけやってないのか、これで分かるよな。動いてるやつに合わせようとしたときに。あの感覚がやっぱ、あの辺がちょっとよく分かってないんだよ。ちょっと遅いね。マッチング遅っ。マッチング遅っ。こんな遅いことある？これ抜けれるのかな？これ抜けていいのかな？抜けれない？抜けようとしたらどうなの？抜けれないんだ。閉じ込められるんだ。マッチング中は。そこはそうなんだね。まあでも動けるだけまだいいか。この間何もできんかったらやっぱすげえストレスだもんな。やっぱサーバーが安定してないのか、途中で落とされたり、こんな感じ、まあ、マッチングこんだけ長引いたの初めてかもしれないけど、プレイしてる時に落とされたりとかはあったね、昨日も今日も。いや、長いって。長えよ。この間にどっかいじれんのかな？いじれないんだ。
いけるけどいじれない、ガチャも触れない、こいつも話しかけられない、ジャッジ君も話しかけられない、マップ、ちょっと待って、長すぎん？これなん抜けれないの、おかしいだろう。抜けたい。さすがに300秒って何分よ。5分かな、300秒って5分かな、60秒で1分だろ、600秒で10分だから、その半分だから5分よね。長すぎるだろ。練習はいいんだけど、これ抜けられないのやばいね。この Y ボタンを使う習慣が全くないわ。 Y ボタンじゃないわ、なんか振り返れるなかったっけ、これでいいんかな、視点がこう正常のところに戻るんやな。なんか後ろパッと後ろ向けるやつボタンなかったっけ、ないか、困る。やっとだ、中ギア見に行こう、ちょっと溜まったかなあ、武器もなんかいけるかな、ラピカ、パブロ、パブロは使わんな、ここまで行けるようになったと。ラピーあんま使わんな、これくらいいっとこうか、2枚、ラピーいっとこうか、基本的になんかもういつも使う武器が 2,3 個あれば割と満足だから、ね、とりあえずなんか安いのしかあんまり売ってないの、あ、カタログレベル、あ、このギアありがたいね、レベル2のしかもいらんな、2のインク効率、なんか使いそうなやつからこのもんか、まあ2か、2か、使わんもんな。2か。メイン変えれるんだよね。メイン変えれるなら、このしょぼいやつはまあ、普通に買うわ。間違えた。
参加希望です。あ、ちょっと今日1時間あと15分後にやろうかなと思った。希望があれば、まあ、タイトル通りではあるけど、じゃないと、いつまでたってもガチマできないみたいな状態になっちゃうじゃん。もしなんかそういう、こうやり方から考えとかんと、今後もしね、仮に参加型がまあ普通に成立するようになったとして、逆にガチマやる時間ねえじゃんってなっちゃうから、ちょっと今やり方いろいろ考えてみてる。ステッカー安いのもあんだね。あと通知なしでやって1時間後どういう状況になってるかなっていうのもちょっと見てみたくて、だから1時間ってで言い切ったらどうなるんだろうとか、ちょっといろいろ試してる。ロッカーに入りに行こうか。ドラム缶の割合が、ステッカー小さいのかな。あ、まあ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 、ここでいいか。いけるかな。あ、でギアをちょっと見直そう。ギア頭のところに、あ、これがいいな。一足ない、一足じゃないわ。イカ足ないんか。まあちょっとこれとこれを育てよう。一足ない。じゃあデュアルでいこう。あーで、あーどうしようかな。これにしようか。これでいこう。ギアがどんくらい育ってるかにもよるよね。どれくらい育ってるかでまた、なんで、比べんときにも影響するよな。なんかやっぱサーバー不安定だね。よろしくないね。サーバーが不安速度もあるよな。弾の速度もそれぞれちょっと違うよな。デュアルってちょっと早めだよな。52とはまたちょっと違うね。シャーが危ねえな。うわ、やば。
車が何気にやばいな。あれか、あれはなんか復活早くない？早かったで今。いや、もうチャーが嫌だなぁ。いやー、取れん。いやー、きついなー。今52分か。で、武器変えて、武器変えて2回やって、その段階で参加希望者がいれば、やるか。あ、間違えた。武器変えれる？武器変えれんのんよな。変えれんのんよな。ああ。ラボスさん、こんばんは。お久しぶり。いつ？いつ来てくれた？危な。サメライトか。雨敵か。いやナイス。嫌だなぁ。雨来ると交代せざるを得ないのが。
サメライド割とめんどいね。待て待て、危ない。仲間死んでんな。いやもうちょっと出れんってこんなん。危ねえ、危な。やるか。やばっか、危ねえ今の。いやー出れんぞこんなもん。タイミングを合わせるんだ、タイミングを合わせろ。もうちょっと全員生きてる状態で攻めよう。よし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 、いや死ぬ死ぬ、つらい。1年と6ヶ月くらい。明確だな、覚えてます。遊んだのマイクラですね。覚えてんのすごすぎん。すご1年6ヶ月は、じゃああと1回やったら一旦参加希望者がいればなんかやるけど、あ、スケジュール更新された。龍吉さんはまだおるんかな。で現在今のところソフトが落ちるて、どう、不安定だな。落とすなソフトを。まあいっか、もうこれもう一回落ちたから、あ、まあでも準備できてるか分かんないもんな。じゃとりあえず一回やるから、その間に、現在ここにいる参加希望の人がもしいれば、コメント書いておいて。で、準備できてるかどうか。いなければもう普通にやる。今現在おるかどうか分かんない。あ、ラジオで聞くボタンあるよ。あ、めっちゃいい。なるほど。無駄に時間を奪われないわけやな。で、これ、この勝負終わって、特にコメントがなければ、もう普通になんかやろうかなと思って。今現在おるかどうかわかんないからね。じゃあ、ギア育てたいけど、あ、これでいいか。ここに人足がないんやな。これでいいか。矢倉歩行。
どうしようかな。で、だけど、まあ、配信の方法はちょっとまた、ツイッチも絡めながら、いろいろ考えてみるわ。なんか、一番こう、いい方法を。その、通知はいかないものとして考えて、それで成立するようなやり方。じゃないと動画を早い段階でアップできなくなっちゃうから。なんか、それは良くないなと思って。考えるとさ、なんかそう考えるとっていうか、その覚えてる覚えてないで言うと、やっぱマジでめんどくさかったなっていう人の方が記憶には残ってるよな。なんか皮肉な感じではあるけどな。うわ、なんか飛んでくるぞこれ。危ない。ここか。うわ、こっち3人死んでんな。やばやばい。あーあれ、うーわまずい。うわ、取れんかった。いや、落とした方がいいのに。危ない、ここなかった。ないんか、そこ。あれ、結構いっちゃった。落とした方がいいけど、B 隊だから、ワンチャン知らない人も多いんだよな。やば、あの上から行かれるとめんどくさいんだけど、上から行くのを多分知らないんだな。あれ、全然当たらない。うわー、めんどい。
ここ危ないな。あ、これつまずいて。いないか。今現在いないね。今現在いないならどうしようかな。いないならとりあえずサーモン行こうかな。よっしゃ、じゃあそうしよう。ガチマッチも安定せんな。オッケー。アーカイブ。ここで切るか。